米国の特許制度。米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。米国において、特許制度について定めた法律は、米国特許法、35USC、タイトル 35OfThe United States Code である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる、点を有してきた。 2011年9月に洗顔制度への変更を含むリーヒ・スミス米国発明法が米議会で可決され2013年3月までに順次施行されたこと等により相違点は小さくなっているが依然として得意な制度が残っている他の国が洗顔主に同じ内容の複数の出願があった場合先に出願した方が特許されるを採用しているのに対し アメリカ合衆国は、世界で唯一先発明主義、ファースト2インビンシストム、先に発明した方が特許されるを採用してきた。通常の審査では、出願日、あるいは優先日を発明日として審査が行われ、発明日の認定が必要な場合にのみ、インターフェアレンス手続きが行われる。発明日の立証については、通常、発明者ノートブックが用いられる。 先発明主義だと、一方で、時間のかかる出願手続きよりも、論文発表を優先できるので、先発明主義の国の研究者は、先案主義の研究者より早く論文発表が可能になり、有利である。しかし、他方で、二つ以上の出願が競合した場合、誰が最初に、その発明をしたのかを決定するインターフェアレンス、インターフェアレンス手続きを経なければならず、 莫大な費用、時間の負担を強いられてきた。また他方で先発明主義だ。申請しなくても自宅の本棚や引き出しや段ボール箱の奥など他人にはあらかじめ確認のしようがない場所にあるとでも記述があれば認められるのだという世界で他に例を見ない奇妙な理屈はかなり汚いサブマリン特許の問題も生み後から同様のものを独自に発明し先に 同様の発明をした人もいた、と知らずに、それを用いた人々は苦境に追い込まれ、世界標準の洗顔主義であれば、公式記録を検索、調査し、発明者に対して使用量の交渉やディスカウン、交渉もした上で、当該発明を使用したり、当該発明の使用は避けたり、あるいは他の発明を選んだり、あるいは自社での独自開発を検討する、等々等々。 複数の選択肢から経済合理的に判断できるのが、そうした真っ当な機会が奪われてしまい、後から私は先に発明していたと名乗り出て主張したり、裁判に持ち込む者がいて、しかも当該発明を含む製品が大量に出回った時期、製品を販売した企業が製品の回収を行うのがすでに困難である時期、他の選択肢を選ぶことが困難になる時期をわざわざ意図的に 悪意を持って待った上で、裁判に持ち込む者がいて、新製品を開発、販売した企業は、莫大な金銭請求をされ、本当は、ただ真っ当な製品開発をし、真っ当な製品販売をしただけなのに結果として、莫大な損失をカップしまう人や法人が後を絶たなかった。結果として、製品を販売した企業は、まるで、事故のように、洗顔主義ならば起きない。 サブマリン特許訴訟に巻き込まれて、莫大な時間的金銭的費用を強いられる、という悪影響を生み続けた。製造企業経営者は新製品の開発や販売を、するたびに、そして、それが成功すればするほど、サブマリン特許関連の莫大な請求が、突発的に発生するのではないか、とそこ知れぬ不安を感じざるを得ず、また、製造企業、メーカーの株主たちにとっても、 当該企業の経営実績や財務諸表や株主向け公表資料などの内容などをまっとうに調査、分析した上で堅実に経営に参加したり、堅実な投資をしたはずなのに予測不能なサブマリン特許による巨額損失によって企業経営が行き詰まってしまったり、企業価値が大きく減じ、株価が大幅下落してしまう。時には結果として当該企業が倒産してしまい、 所有する株式が無価値になってしまうという悲惨なことが後を絶たなかった。製品のメーカーや販売者やその株主にとって悪影響があまりに大きすぎるので世界標準の洗顔主義、社会全体にとってやはり合理性のある洗顔主義へ修正することが長年にわたり検討されてき、アメリカ連邦議会では長年にわたり、 先発明主義から、先願主義への移行のための特許法改正が検討されてきた。2006年9月にジュネーブで開催された特許制度調和に関する先進国会合では、米国は日本、欧州諸国など41カ国と共に、先願主義方式を採用することを同意しており、連邦議会では、先願主義に関する改正を含む特許法改正案が審議されてきた。 2011年9月8日、先発明制度から、先願制度への変更を含む特許法改正案、リーヒ、スミス米国発明法案、リー、スミスアメリカインベンツアクトが、米上院において可決された。先の6月に、下院でも可決されていたもの。法案の施行日は2013年3月16日で、この日以降の有効出願日を有した特許の出願に適用される。 この制度は、発明者が発明を公表してから1年以内に、出願をした場合、自らの公表や、その間に、第三者が行った開示は、先行技術にならないという点で、他国の洗顔制度と異なっている。米国では、以前、特許の公開制度がなく、また、特許権の存続期間も特許権の付与から17年で、あったため、その点を利用して、 特許の成立を故意に遅らせるサブマリン特許が問題になった。現在では公開制度が導入されるとともに特許権の存続期間は出願から20年になっている。しかしながら米国出願以外の外国出願がない出願については公開しないことができるため一部の米国内出願については最大20年の範囲で同様の問題が起こり得る。また、 古くに出願された特許については、旧法が適用されるため、旧法が有効だった最後の時期、つまり、リーヒ・スミス米国発明法が施行された2011年頃から、旧法での特許有効期限である17年後に当たる2028年頃までは、サブマリン特許の問題が起きる可能性がまだ残っている。その後に、そうした問題が、ようやくすっきりと解消されることになる。 継続的出願、カンティニングアプリケーションは、日本特許法の分割出願に相当するものであるが、米国特許法では、継続出願、カンティションアプリケーションと分割出願、リビナノラプラケーション等を区別している。分割出願は、主に選択指令等、イレクションリクワイアメントの際、同一しできない発明として、別個に出願できるものであり、ダブルパテントの規定、 スタチアトリダブルパタンティングと、ノン、スタチアトリダブルパタンティング非法定重複特許を受けない。その他に、米国特有の制度として、一部継続出願、カンティニーイングイン、パートアプリケーションというものがある。これは、出願継続中であれば、いつでも、新規な発明とともに、先の出願の優先権を伴って、出願できる制度である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。